はい、こんにちは、タッカキッチです。さあ今日はですね、ペンネームは背中パックリやられたさんから、こんな、コメントが来てました。タカキッチさん、動画いつも見てます。始めたての初心者ですが、ドラクエ10アクセサリーがたくさんありすぎて何をすればいいか分かりません。どうかタカキッチさんのおすすめなアクセサリーを教えてください。はい、ありがとうございます。ご質問ありがとうございます。はい、はい、ということで今日はですね、アクセサリーのね、初心者さんにおすすめのアクセサリーをねやっていきましょうかね。はい、ということで、どのアクセサリーがいいかって、全部取っとけ、全部な、あって損はないんだ、あって損はないんだ、全部取っとけって言うと話が進まないんで、はい、ということでね、高木ちゃんおすすめの第5戦アクセサリーを今日はご紹介していただきます。はい、これを見てね、初心者の方ね、このアクセサリーを持てば大丈夫、どのコンテンツに行っても恥ずかしくないっていうようなね、アクセサリー第5戦を紹介していただきます。ただし、カッコエンドコンテンツは違いますっていうことで、まあエンドコンテンツ行きたいならちゃんとね、これは必要、こういうアクセは必要というね、指定のアクセサリーがあるんで、まあ基本的にね、ストーリーをクリアするだとか、まあ邪神だとかね、邪神のコンテンツ、まあ今ちょっとしまっちゃってるけどね、あとは防衛軍のコンテンツ、まあ行くときに、まあこのアクセがあれば、まあ後ろ指ね、刺されずにね、済むでしょうっていうアクセをね、5個ほどね、5個じゃちょっとね、足りないんだけど、まあ言うてもちょっとね、始めたてで5個以上作るの難しいだろ、まあ、集中して作れ、まあ、最悪1から3位のやつをね、頑張って作っていただければ、ドラゴンクエスト10、ね、このアストルティアの世界、ね、ストレスなく過ごせると思うので、ね、まあ、こちらの動画を見て勉強していってください。ということで、では、ね、早速やっていく前に、まあね、ちょっとね、ドラゴンクエスト10わかんない方のためにちょっとご説明します。まあ、いわゆるこういうアクセって、まあ、装備以外のものなんですけども、こちら、顔とか、首とか、指とか、胸とか、腰とか、札とか、他アクセサリー、紋章、職業なかしっていう感じで、まあ、こんなにもあるんですよ。言うても装備する欄。で、その中で、顔アクセもさらに何個もあるし、さらに首アクセだけでも何個もある。うん。ね、指だけでもあるし、背筒だけでも、背筒というか、胸アクセもあるし、腰アクセも何個もあるし、まあベルトだね、まあいわゆる。まあっていうように、アクセサリーが何個もあるし、じゃあどこから取るのって言うんですが、まあ基本的にモンスターから、取ったりするとか、まあある点コンテンツをね、クリアしたり。まあ大体が基本はボスを倒して、入手する形になっております。と今ね、コインボス、じゃあそこのコインボスとか、札ボスとかどうやって手に入れるんですかっていうことなんですけども、はい、こちらですね、グレン城下町、もしくはオルフェアのね、町にもいるんですけど、コイン屋さんがいるんです。ここでコイン屋さんで、まあね、買えたりね、あとバザーで買えたり、もしくは、まあ、錬金釜で作れたり、カジノで交換したりできる札が、ボスがございます。ただ最近のね、出たこの将軍系とか、ドラゴンとかは変えれないのかな？そうだよね。練習札しかないもんね。あと、ゴースネルとかもないんだよね。この、筆ボスっていうやつは、いわゆる。で、筆ボスはどうすんのって、それも後でご説明しますね。で、さらにこちら右側の人に、交換役ラリッサさん。こちらですね、なんと、普通の コインボスを、プチに変えることができます。まあ、プチに変えれるものがあります。でね、こちら、まあ、基本的に、じゃあ何が違うのって、昔は、プチは、出にくかったです。かけらばっかだったんですが、今は、プチでも、プチの方が弱くて、倒しやすいので、基本的に、プチで行った方がいいと思います。はい。ただしです。コインは買えれません。カードのみです。こちら、コインから、例えばこの S キラーマシンカードって書いてあるんですけども、こちらがですね、S キラーマシンのコインだったら、プチには買えれないので、カードのみの交換になりますのでね、プチにできるものだったら、プチに、してた方がいいです。はい。
こちらですね、錬金釜っていう釜がね、まあ、バージョン1をクリアした時点でもらえるのかな。まあ、こちらの方でも、カードでボスはいただけますので。で、この錬金釜っていうものでしか、こちらの筆、呼び寄せの筆っていうね、筆ボスっていうね、特別なボスがございます。ゴースネル、ね、ザルトラ、ガルゴリオン、ジノーガ、っていうボスが、筆と白紙のカードがあって初めて交換できます。はい。はい、そしてね、画面右。まあ、映ってる通り、これ携帯画面からできるドラゴンクエスト10冒険者、お出かけ超便利ツールっていうアプリがございます。で、こちらですね、こちらからもゲーム内にいなくても、はい、こういって錬金釜の欄を押してもらえれば、素材さえ持っていれば、交換はできますので、こちらで、交換してください。ね、今からですね、説明する第5戦なんですが、伝承効果っていうのはございます。まあ、伝承効果、これつけた方がいいんですけど、まあ、とにかくね、その5戦、選ぶ5戦は最初から作りっぱなしでもいいとは思うんで、まあ、伝承効果、後でつけてもいいんでね、先に作っちゃっても大丈夫だと思うんで、まあ、それをもう伝承効果元を無視して僕はちょっとこれをね紹介していきたいと思います。では高口の選ぶね第5戦、あ、まあ今さちょっと先言っとくよ、こういう動画を作るとね、なんかもうちょっと分かりきったような人たちが、おいちょっとソラクセの選別間違ってんじゃねえかって、お前にわかかよとかいうね、あのコメントがねたまに来るんだけどね、もうそういうコメントは一切受け付けません。あくまでも個人的見解が入ってますので、そこだけね、ご注意くださいませ。はい、ってことで第5位なんですけど、こちら、鬼神の眼光、っていうね、アクセですね。まあ、こちらはですね、まあ、書いてある通り、敵を倒すと 35% で貯めるって書いてあるんですけど、貯まるって何がですかって、ストレスが貯まるんですかって、違う。ストレスは貯まるんですけど、テンションが上がります。35% で。テンションが上がることによって、与えるダメージがアップしますので、まあ、こちらね、今ね、防衛軍行ったり、まあ、最大のバンマの塔、まあ、エンドコンテンツですけどね、これ、塔行ったり、ね、するのに大活躍の、一品となっております。で、こちらも伝承効果、グラゴスのカイマの眼光っていうのをね、伝承できることが、できるんですけども、まあね、もうそんなもんはね、普通飛ばしても、これ倒せばいいんだよ、これ。倒しとけば。な？これを倒しとけば、騎士の眼光を取っとけばいいんだよ。な？で、こちらのボスがですね、こちら、S キラーマシンっていうね、極悪非道なボスになっております。はい。今でも泣かせられます。ね、僕もさ、今日のライブとかでね、コインボス、キラーマシン行ったんですけども、ちょっとでも間違えたら全滅しかねないので、君たちは、これな、プチで言っとけ。な、プチで、カードを交換して言っとけ。な、それが絶対おすすめ。プチ、絶対言ってください。最初のうちはね。はい。で、まあね、じゃあ今から、こいつをね、早速倒していきたいと思います。はい。で、まあ食は、君たち好きなやつやね。作るやつ。で、耐性もこいつは基本的にいらないんで、もう脳耐性で、脳筋でいけばいけるんだけども、まあ、プチだったら、もうゴリ押しでいける。プチだとゴリ押しで。ね。はい、ってことでやってきました。ちょっとね、僕コインしかなくて、これ普通のエスキラです。まあ、君たちは絶対プチやれよ。で、こいつは特に耐性はいらないんです。ただ一つ気をつけてほしいのが、まあ、なんて言うんだろう。普通のプチじゃないやつ、ね、行く方は、必ずね、爪食か、賢者を入れてください。っていうのは、こいつスーパーハイテンションっていう技をやってくるのでね、それを解くために、賢者のいてつく波動じゃなくて、洗礼っていう技と、爪食だったらゴールドフィンガーっていうね、悪い良い効果を消すような、特技は持ってます。まあ、そちらの効果があれば、楽に倒せるんで、でもまあプチで言っとけも、まあ、プチだったらそんなこと考えんでいいんだわな。はい、ということで行ってきましょう。いや大丈夫か、散歩でいけるかな、ね、最初はねちょっとね全体攻撃してくるんで、ね、下がっとこうね、全体攻撃で下がって、まあまあ、ね、バイキルトやっとけば喜ぶでしょう。で、必ず怒ったら、
ロストアタック、これちなみに普通のコインポストだからやつな。プチは何も考えて納金でいいぞ。プチはな、うん、倍切ると、さあ大丈夫か、大回転切り下がれ、これな、大回転切り、これは食らうな、絶対下がっとけ。わーちゃかけちゃん、僕早く攻撃したいんですよっていう納金な、そこの君絶対やめろ、それはな、危ないことになるから。さあグレネードリってやつが来るんだけども、まあプチの場合はもう正直ガン無視して攻撃しちゃいいんだけど、まあその辺はな、普通のやつはちょっとこうやって隔離をしないと危ないことになるんでね、もうとんでもないことになるから。まあいわゆるこのボスの強いところって、正直このエスキラー、このグレネードリなんです。ほら来たな、あそこのフラッシュバーンとかやってくるでしょ、あそこで、あれを食らうとスタン状態させられたり、ほら来たね、こういう状態になるんですよ。でさらに爆自爆してダメージを、全体ダメージを与えると、こういう風にっていう極悪な、コインボスになっております、こいつは。でほらさらに、出てきたというね、またちょっと鬱陶しいんだこれが、またちょっと、はい、隔離、あ、ちょっと一生懸命やっとけ、ちょっと押しとけな。まあでもプチはいいからね、プチの場合はいいからな、そんなこと考えずにね、はい、じゃあ、おぉ、ちょっと、グレネードリー、こっち来いよ、お前。近づくさ、近づくなよ。近づくんじゃねえよ、ほら、っていうね。はい、あ、でもまあ、はい、簡単、何？普通のエスキラでもこんないけるじゃん。あ、余裕でしょ。ありがとうございます。っていうことでね。まあね、ちょっとね、サポンは強いの借りれるんだけど、自分弱いのしかないんですよって方はね、こちら、鳥をね、隔離するのに専念してくださいね。一人でも減らせればね、一気に3体、合計4体最大呼んでくるんで、まあ、4体爆発したらとんでもないことになるからな。はい、ってことで、中身は、はい、ドンっていうことで、かけら、残念ぷ。はい。はい、ってことで、次、第4位が、死神のピアス。まあ、これ僕迷ったんですけど、これ死神のピアスを入れるか。で、もう一つは、実は中性のチョーカーっていう攻撃力アップの、やつがあるんですけども、まあ、それよりはこっちの方がおすすめなのかなと思って、まあ、基本的に何が強いかって、あ、もう 9% で基礎効果でターンの消費がなしっていうのは、いわゆるコマンド戦うとか出るコマンドがあるじゃないですか。あれが普段ならちょっとした時間、を置いて出てくるんですけど、この9ターンでターン消費なしっていうのが発動するとすぐコマンド出てくるんですよ。で、なおかつ、これの改装備、いわゆるキラーマジンガっていうね、アクセルギアっていう装備を落とす、ボスがいます。まあ、それを踏まえて一緒に、こちらに伝承効果でつけていただくと、まあ、最大 10.5% でターン消費なしっていう効果があります。で、プラスアルファ合成の効果で、特技のダメージがプラス5、最大15とか、こちら呪文のダメージをアップさせたりとか、あとは、呪文の回復量をアップさせたり、特技の回復量アップ、まあ、そんなごちゃごちゃ言わんと、まあ、これ取っとけな、特技のダメージね、これつけとけば、文句言わんわい誰もな、とりあえずはな。うん、ということで第4位は死神のピアス。これね、でもみんな、実は残念なことにこのボスはプチはございませんな、プチはございません。だから頑張れ、頑張って戦え。こちらですね、一つだけちょっとね、サポート、条件つけます。まあ、ていうのは呪いガード 100%、まあ、こいつがまた、ね、通常攻撃とか普通の攻撃に呪いをかけてくるんですよ。通常攻撃だけだから、通常攻撃または特技に呪い攻撃が、発する時があるんですよ。なのでこれ呪いが全員かかってしまったらとんでもなく、やばいことになりますので、まあ、最悪サポートの体制だけ呪い100だけ用意していただければ、楽に戦えると思います。まあ、自分は何でもいいよ、もうな、自分の体制はどうせないだろ君たち、そんな体制 100% とか言われてもな、体制 100% 僕ないんですっていうな。ちょっとじゃあ僕も体制をあるんですけど、これ外しとこうかな、呪い。はい、ってことでやってきました。久しぶりだな、なんかサポリ行くのこいつね。えねえ、ちょっとね、哀愁漂う背中してるよね。はい、ちょっと行ってくるわ。はい、ってことでこいつは結構強い部類の敵になりますので、まあ一人は戦士、ほら戦士入れました。っていうのは、戦士で、今ほらやった、与えるダメージが少なくなった。これ、強靭カード逃げろ。ね、あれのおかげで結構ね、ダメージ半減するので、助かる時があるんで、戦士はね、一人入れた方がいい、戦士は。うん。
まあこれやめろ、これちょっと離れろ、離れるか裏に回れ、離れるか裏に回れ。こいつのね攻撃特技がね一個一個ね即死級の技を持ってるんで、まあんまり近づきたくないんだよね正直ね。ねえ、まあ近づいて倒す場合はシャインソードなんかもこうやって裏に回ればいいです。裏に回れば大丈夫です。はい、まあ背中届けって話よな。ギロチンカッターは離れろ、これまずいから。ギロチンカッターは離れて、うん、であとは背中から攻撃しとけば、やべえ大丈夫か、いいね、 OKOK。 さあチャインソードもしっかりかわして、あとは背中からタイガークローな。もういい、背中からやっときゃいいんじゃん、そんなもんな。これ気をつけろ、黄色くなったらこのソードリッパーってやつやるからな。まっすぐな、対象者に向かってまっすぐ即死級の技をやってくるんで、でやられたら自分に、ね、狙われたらこう、なんて言うんだろう、横にずれれば大丈夫です。横にこうやってずれれば大丈夫とね。まあ、いかんといえば背中に行っとけもな、こうやって背中にこうやって向いといて、はいタイガークローっていうな、背中からタイガークローしとけば安全安心でクリアできますっていうことで。うわ、なんだ僕に勝ったで EX モード、この時にね、ほらそのリバイ、うわい、ほら危ねえ、呪い、あ呪われ、あキラポン入っとんな、キラポン、はいさよなら。うわ強いでしょ、ソードリッパー気をつけろ、ソードリッパー、ちょモネトさんお願いしますよ。はい、ありがとうございます。もう背中から攻撃しとけば、はい大丈夫。あーそう打撃ガード、そう打撃カードがあるんだ、これ消えるまでね攻撃できないから気をつけろ、消えるまでな。さあザオーラルで生き返らせてく。さあ連続ドロマドンが来てるから、あれはちょっと僕一緒に当たらなかった。あ、これ死んだんじゃねえ、ひょっとして。マジかよ、頼むぞモネットさん、ナイス。さあここで親愛爆弾、いいじゃない、してく、間に合い、ナイス、ありがとうございます。はい、危ない、よかったどうなるかと思った、これもう ボツになるとこだったぜ、これボツになりそうだったけど、はいサマーズ、危ないで後ろから行って、はいサマーズルと、あギロチン方は避けろ、離れて広範囲だからな、これあいつの周り広範囲、ほらワンパンするでしょ、あやさんワンパンしてでしょ、あいつの周り広範囲の技なんで気をつけてくださいね。でこれまた無敵になったね、もうよ無敵好きやなほんまにね。えこのカーズラッシュ、これが呪いなんだな、これがソードリッパー気をつけろ、これ死んだな、ケイトさん、じゃあ僧侶、あ大丈夫だね、やるね、やるじゃんな、ね、あとはねこうやってね睨み合いよな、無敵状態の時はもう膠着しつつの睨み合い、がっぷり4つの睨み合いよ、これな、ほらって。まあ呪文は効くのかな、効かないかな、ちょ待て、やばい、ソードリッパー、はいザオラム、さあはい簡単、さあ最後はアーヤさんがとどめということで、はいじゃあ次、第3位、これ迷った第3位はこの武神将軍の指輪と魔導将軍の指輪、これがねドラゴンクエスト10をインフレ化させたねアクセサリーですね。まあ攻撃力アップの時間が15秒追加、まあ簡単に言えば倍キルとかかった時間が、ちょっと伸びますよっていうことと、この基礎効果が強い、これがまたね、この基礎効果、動いた時期って、いやコントローラーだけうろちょろしててもダメだよ、ちゃんと特技を行った動いた時の 3% で自分にバイシオンがかかる、攻撃力がアップする、それが僕ね合成効果で全部ついてるんで、 12% でバイシオンがかかるっていうね、すさまじい指輪となっております。まあ、絶対これ強いんでね、届け。じゃあ何で2つってご紹介したんですかっていう話なんだけど、実はこのねコインボス両方落とすんです、この武人と魔導将軍両方一気に。まあ、こちらがですね、魔法使いさんにとってすごい強い、魔法使いとか僧侶とかね、呪文を使う、職業にとって強い
ね、アクセサリーとなっております。まあ、こちらが行動時で早読みの杖。まあなんかね、それやってる君スクルト僕遅いんですよだとか、ベホマラーめちゃくちゃ長いですね詠唱時間とか思ってるそこの君、こちらの早読みの杖がね、ついたらめちゃくちゃ早く唱えれるんでね。でしかも行動してる時にね、こちらも行動時ね、12% 最大 12% で早読みの杖がつくと、いやかなりおすすめのアクセサリーのなっております。まあこちらを今から倒していきたいと思います。はい、こちらですね、今回ですね特別な、体制、先ほどのね呪いとか言ったね必要体制はございません。ただね、範囲攻撃がやれるサポートが欲しいですっていうのは仲間を呼んでくるんで、その仲間がまたまた厄介な仲間なんでね、仲間じゃないよ、仲間だよ、うん、仲間なんで、スライムベホマズンっていうね、ベホマズンを唱えてくるね、モンスターが出てきますので、でもベホマズンを唱えられる前に一気に3体出てきますので、そいつらを全滅させないといけないんで、範囲攻撃持ちの、ね、サポートがいれば楽ちんとなっております。まあ、今の構成でいいかな。はい、ってことで、スライムジェネラルっていう、まあ、ボスですね。まあ、ちょっと偉そうに乗っとるでしょう。ね、今からこの高木ちゃんが、そっから、ずり下ろして差し上げましょう。ということで、やっていきます。はい。まあ、さっきも言ったけど、特に難しいことはないです。今のサポで。高レベル帯のサポを雇えば。うん。基本的に、ね、攻撃してください。納金で。ね。はい、刃爆じゃ、キーってやって。はい、刃爆で。やっぱり戦士がね、いれば、ね、心強いね、やっぱり。ね、心強い、やっぱり。やっぱり、ああいう風に、良くなって避けろ大丈夫か大丈夫だな。はい。で、ガシン、ショータンやって、あ、いった、あやさんいった、あやさんいった、脳筋で攻撃してく。で、サマスをやって、さあ、スパイラルラッシュは、こう、ま、これね、あいつの周りから攻撃するんで、避けてください。まあ、避けなくてもね、ご了承できるからね、そんな気にすることないけど、まあ、やっちゃっていいよ、ガンガンな。やっちゃって。こちらもプチはございません、ちなみに。こちらはプチもございません。なので気をつけてくださいね。また、うわ、ブロブロ危なっ。さあ、スライムジェネラルが逃げていく。あ、このジェネラルブレイクで気をつけろ。これだけ気をつけろ。めちゃくちゃ、その人の後輩に大ダメージ与えるんだけど、あれ、そんなことないね。弱いね。あれ、おかしいね。あ、刃爆だけが入ってるからか。なわけねえだよな。で、ほら、ほら、仲間を呼んだ。こっから気をつけろ。はい、ドドーンと、一匹に見えるでしょう。はい、スライムマズン、あ、二匹にいるから。二匹。気をつけろ。二匹。な、先にスライムベホマズンを狙ってけ。もう、ボスは、ほかっとけ。な。先に、こう、ザコを狙ってください。この中を。こいつのベホマズンを取られると、なかなか厄介なんでね、グダグダになりますので、気をつけてくださいね。で、さらにですね、赤くなると、もう、ねえ、ボスを呼ぶんですが、クイーンスライムとか。ほら、来た。で、こいつらね。来たね。じゃあ、こいつらが出てきた場合は、一番最初にスライムベホマズンをやる。ね。やっぱりベホマが怖いから。で、スライムベホマズン倒して、まあ、次はクイーンスライムかな。クイーンスライム、キングスライム。あ、あとはお好みでどうぞ。ね。お好みで倒してください。どちらもなかなか強いんで。キングスライムだけはいてつく波動をやってくるんで、ちょっとこちらのいい効果は消しちゃうんでね。まあどっち倒してもいいのかな。まあクイーンスライムはちょっと攻撃呪文が超強いんでね。まあご利用してもいいよ、スライムジェネラル。ご利用しても、ほら、いてつく波動やってきたね。これが厄介なんで、キングスライムから倒したいっていう人もいるね、中には。はい。で、あとはこいつを袋にするだけ。アイカンダンってことで相手がいなくなった。はい、余裕の勝利です。ありがとうございます。はい、次にですね、僕迷った。これを1位にするか、これを2位にするか迷った挙句2位にしました。金のロザリオね、こちらね、改装日で銀のロザリオっていうのがございます。まあこちらね、伝承、その銀のロザリオの伝承をつけて、まあ致死ダメージ 5% で生存っていうのがついてるんですけど、ベリアルが落とす銀のロザリオを頑張って作って、金のロザリオに伝承すればいいんだけども、まあ先にね、金のロザリオ使っとけば誰にも文句言わんな。誰も文句言わん。金のロザリオ作っとけ。もうこれなんで強いかというと、致死ダメージに 20% で生存っていうのは、まあ、簡単に言えば、即死するようなダメージを受けても 20% で1ダメージの、ね、残して生きてるっていうね、優れたアクセサリーとなっております。めちゃくちゃ強い。
これさえつけとけば君も一人前ってぐらい強いアクセとなっておりますので、これが第2位でございます。だから金のロザリをね、作っとけ。ただし、こいつのね、金のロザリを落とすボスって、ドン聞いたことあるでしょう。ガオーゴースネルっていうね、めちゃくちゃ強いボスなんだよ。ね。めちゃくちゃ強いボスなんだよ。ただ、これね、こちら、プチゴースネルっていうのもいるのよ。これだと、弱い。だから君たちの無理して、プチゴースネル、ね。じゃなくて、ゴースネル、普通のゴースネル行きたいよって言わずにな、プチ、どけ。な。悪いことは言わん。で、プチゴースネルは楽に倒す。ただね、こちらのプチゴースネルですね、先ほど言った呼び寄せの筆っていうものがないと作れないアイテム。だから入手席は変えることができない。うん。錬金釜で作ることしかできないんで、ね、ぜひともね、呼び寄せの筆ない方は、達筆仙人をね、探して倒してください。で、呼び寄せの筆を取って、錬金釜でプチゴースネルを作ってね、行ってみてください。はい、ってことでやってきました。ちなみにこれプチだからな。普通のゴースネル行かねえからな。あれ、高木ちゃんちょっと普通のゴースネル行ってくださいよと思うでしょ。な、めんどくせえから行かねえよ、そんなもん。はい、ってことでやっていきましょう。まあ、プチでしたら、もうゴリ押しでいいです、ゴリ押しで。まあ、こいつ弱いでしょ、そんな強くないでしょ、言うても。ね、大丈夫かな俺、プチ1回か2回ぐらいしかやったことないから、忘れちゃったんだよね。あとは、バイキルトをやって、ね、バイキルト。まあ、自分は何でもいいよ、もう。うん、なあ、あんなもん、バトルで納金したいですよ、とか、僧侶でね、回復役して、あ、もう黄色、回復役したいですよ、とかいう方はね、まあ、好きなやつでいいです。闇の衣。まあまあいい、関係ない、関係ない、もう。闇の衣どうでもいいっちゅう。やべえ、これなんだ。テンションパンか。テンションパン、はい、かん、キャン。めちゃくちゃ弱い。何この弱さ。っていうことも、こんなぐらい弱いから。ね、絶対解け、プチゴースネルな。はしかむ光の宝珠、ラッキー。ありがとうございます。喜んどけ、光の宝珠手に入れたら。な。はい、ってことで、はい、破片。うん、こんなもんだよ。はい、最後はやっぱりこちらです。大地の大竜玉ということで、まあね、一ポイント上がります。ただただ一ポイント上がります。まあでもこのゲームって、ヒットポイントがわりかし重要なんで、もうヒットポイントさえ持っとけば大丈夫だっていうね、空気はあるので、もうね、これがなかったらね、ペッてツバ剥がれるかもしれないけど、これさえあれば、これさえやればどんなパーティーでもお買い回りなしに入れるっていうことでね。でこちらも伝承効果っていうのがついてます。まあドラゴンガイアの大地の大竜玉かな、大地の竜玉っていう、アクセサリーがあります。まあそれを伝承効果でプラス5つくんで、まあドラゴンガイア倒せる人はそれも踏まえて倒してった方がいいです。とにかくこれ一番最初に作れな。これが1位だ、何が何でも1位だね、初心者さん、モグラ倒しとけ。な、モグラ。まあ、モグラって言っちゃったけど、まあ、今から行くボスは、はい、こちら、ドンモグーラ。ね、このね、でっかいプリプリとした、ね、お腹、柔らかそうなお腹してるよね。この陽気なね、サングラスかけて、ちょっと頭いっちゃってんじゃねえかってぐらいのね、ちょっと陽気な顔してんですけど、はい、ドンモグーラちゃん。まあ、こいつの攻撃がちょっと厄介で、混乱ガードっていうのがね、あればいいかな、サポートに。混乱ガード。これがなかったら、みんなちょっとね、混乱してしまって、ちょっと全滅っていう場面もあるんで、まあ相当強力なね、強いサポを借りればゴリ押しでもいけるんだけども、まあちょっとそんな強いサポ借りれないですよっていう方は、ね、混乱ガードっていうね、体制を持ったサポートを雇って行ってきてください。これね、プチもあるんで、プチでも大丈夫です。プチドンモグーラでもね。まあなんでその辺はお好みで行ってきてください。はい、ってことでやってきましたモグラちゃん。ちょっとね、だいぶ気をつけることはあるんですが、まあまあね、もちろん関係ないもう行ったり行ったり、もうシャンシャン行ったり行ったり、はい、ってことで最初はもう関係なくバイキルと、はい、バイキルと、おい、まあ、プチだとね、ほんと余裕で倒せますから、先ほどのゴーセネルみたいにね。まあ背伸びしなくてね、プチドンモグラ行った方がいいと思います。まあちょっとこれ普通のやつ言っちゃったけどね、コインしかなかったので、ドンモグラ、マシンの本気を見せるモグ、スタイルチェンジっていうね、ちょっとね、緑のね、パリピになったけどね、緑のパリピになったけど、関係なく、はい、チャンス、はい。
テンションどんどん上がってるよね。ね、ちょっとね、これ食らったらやばいかな。大丈夫かな。はい、大丈夫だね。はい、ガシン、仲間呼ぶ。さあ、こいつも仲間呼びなんだよ。仲間呼び。まあ、ただね、ご了せば、仲間を呼ばれる前に倒せると思うから、どんどんこうやってモードチェンジしていくんで、途中で。うん。まあ、脳筋で行っちゃっても大丈夫です。はい。で、今度ね、はい、黄色のパリピになったね、黄色のパリピ。はい。黄色のパリピになってから、はい、タイガー黒、関係なくタイガー黒を、でもってできる男のケロペロソンド。おいに、ロサダくん。お、またね、さあ、最後の3段階目ね。はい。緑のパリピ。あれ、緑ちゃうかな？緑違うかな？何だったっけな？忘れちゃったわ。はい。赤いパリピだ。ね、赤い、はい、赤いパリピ。あ、残念。はい、じゃんねん。はい、かんたん。余裕じゃない、別にプチじゃなくてもね。はい、かんたん。はい、ということで、高吉おすすめ第5戦アクセサリーでしたね。まあね、道中ね、取れる装備ばっかなのでね、ストーリー進めていけば。まあ、それでね、取って合成していって強くすることも可能なんでね。まあ、無理やりね、ストーリー楽しむだけだったら、無理やり合成しなくてもいいと思うんだけど、今後ね、ちょっとドラゴンクエスト10、僕エンドコンテンツもね、ちょっと頑張ってやってみたいんですよって方はね、どうしても合成は必要になってくんでね、まあ、良ければアクセサリー作り頑張ってみてはいかがでしょうかっていうことでね、次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。